よいしょ。はい、おばでございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今日はこんな体勢でやっております。店の中からやっております。11月の27日、これから生酒がこう冷蔵庫に、あっちの冷蔵庫に入ってくるもんで、火を当てた生じゃない酒をちょっと値段のいい酒なんかもこの辺に出してみました。っていうか出さざるを得んなって、外に出したわけです。世界の北雪、その隣、新寮山灰純米とその弟分のゴンちゃん、これ出しました。で、今日っていうか、こうまあ俺の身長170ちょっとぐらいで、そのあたりのこの段にこう並べたわけで、ちょっと高えかなと思ったんですけど、今日どうだろう、180センチぐらいのお兄さん、180までねえかな、180近いお兄さんが、お客さんが入ってきた時にパッとこの金色の箱に目がいって、このぐらいの身長の人ならこの高さちょうどいいんだかなということを思ったわけです。あ、北雪があるわなんつって言うとったんですけど、まあ、その隣にも、佐渡で唯一の山灰作りの新寮あります。で、まあ、この横にちょっとこういう紙をぶら下げてみようかなと、こんな感じで、はい、なんて書いてあるんだ、佐渡島から世界へ、山灰純米ゴン、もう一枚がこっち、はい、世界へ羽ばたく北雪っちゃなことを書いて見ようかなと考えたわけです。この辺り、この北雪に関して言えば、まあ文句なし、佐渡でも、まあ、関東というか、まあ、都会でも名の知れた酒だと思うんですわ。こういうのは、まあ、なんて言うんだろう、外してはいけん酒だと思いますし、こっちの新寮の山灰あたりは逆に、全然つったら失礼やな、あんまりこうまだまだ知られてねえような、そんな酒でもありますんで、ましては隣のこの山灰純米のゴン、今年出たばっかりなわけだから、全然旅のもんには知られてねえはず。これをまあなんとか、ね、弟分として手頃な晩酌の酒と、純米山灰の純米の酒としてなんとかこう進めて生きてえなということで、こうちょっと高めの位置にこう置いたわけです。でその隣にこう杉錦式があって、なぜか藤波さんの自伝もあるという、その横にはまあ箕浦淳一さんという、まあ俺にこの酒を教えてくれた、まあ師匠というか、そういう人の書いた本もあるという、そんな感じの店であります。どうでしょうか、こっちには佐渡の5つの蔵の生酒じゃねえな、本醸造も含むそういう酒の5本セットなんかもあります。こんな感じの店をちょっと見てもらいました。ということで、以上佐渡伊藤酒店晩酌151でした。